さあやってまいりました2日目でございますから、はい、はい、2日目ですね、季節がもうガラッと変わってもう2ヶ月後です。はい、いや嘘です、嘘です、嘘です、ありがとうな、気遣ってくれて、入って合わせてくれてそれぐらいもうガラッと見てもこう夏の空みたいにもうカラッと晴れちゃってる、天気がいい、はい、昨日は4月末とは思えないぐらい寒くて、寒雨で、はい、強風で、はい、今日もう見てください、もう綺麗な晴れ、そして風がない、うん、穏やかなこの感じ、はい、やってきたここのフィールドはどちらですか。イルカ池ですね、はいはい、中京のボートフィールドでは多分今一番人気といってもそうですね、うん、過言ではない。でさらにビッグバスフィールド、はい、写真で見る限りいつも光栄よね、すごいの撮れてます、これすごいな、行ってみたくてずっと、はいはい、昨日のエンディングでも言ってましたもう2人でちょっと冬合宿とか行ってみるなんて毎年言っててね、うんうん、はい、そうです、ちょっとなかなか来れてなかったこの我々憧れのイルカ池、はい、やってまいりました、うん、さあそんな中でもう昨日も言ったけど本業です、はいはい、カジアンがカジアンらしく、はい、最もパフォーマンスが期待されるさ今日のこのレンタルボート、はい、でもいいですか皆さん、いいですか、昨日同様カジアン初でございます初フィールドですね、見たのも初じゃん、そうですね、うん、あこんな水の色なんだ、こんな規模感なんだっていう、はいはい、もう事前情報も下見も何もございません。さあそんなピカピカの初フィールドイルカ池で、はい、どんなお題が出るのか、はい、さあ早速お題をちょっと頂戴してみましょう。昨日もすごいお題ばっかりだったので、はい、昨日は昨日ですごかったよ、本当に、うん、あれやっぱね、あの本数をサクッと来て5サンダーでメイクするのはね、はい、なかなか難しいんですが、さあイルカ池もなかなかきついのが来ると思います。そうですね、じゃあまず1枚目こちら、はい、紹介してみてください。はい、1本3キロ3キロオーバー釣れるフィールドとは聞くんですけど、はい、かなりこれはすごいレベル高すぎですね。1本で3キロですからね、はい、普通のフィールドで3キロ年1です。そうですね、はい、年1本出てもおやばい、あの人3キロ釣ったらしいぞって地元じゃ言われる、はい、いわゆるトロフィーサイズ、ちょっと昭和の表現だけどトロフィーサイズです。はい、これなかなか昨日の五三川の52を超えてこいっていうのとちょっと近いね。そうですね、はい、さあそして次こちら俺ちょっと見ないでしょうね、はい、はい、どんなんでしょうか。はい、3本で6キロオーバー、いわゆる日本平均2キロだよね、はい、2キロっていうのは、世間一般的に50を軽く超えてこなきゃいけないサイズ、はい、いですね、はい、いわゆる52さん、うん、昨日のテーマだね、はい、52さんを3本、えぐいね、すごいっすね、すごいよ ね、はい、そして俺昨日4枚あったけど俺聞いてない聞いてない、2枚しかなかったよこの2枚お題ですか、ひどいよ、なかなかちょっと高いっすねちょっとこれ背伸び必要だね、結構マックス級な、うん、マックス級な、うん、さあこの2つしかない、はい、いわゆるもうどっちっていう、そうですね、うん、どっちっていうもうこの逃げ道ほぼなしのどっちをカジアンは選ぶか、はい、僕はじゃあ3問で6キロ、メンターモード来ました皆さん、メンターモード来ました、リミットメイクしないとですね、はい、今時代はトップ50、カジアンがね、はい、活躍している JB トップ50最高峰でございます。こちらも今まではリミット5、はい、5だけど今年からは3本ですね、はい、リミット3に変わったんですね、はい、まさにメンター本職のところだね、3本で6キロ、はい、昨日はカジアンが、子供の頃から楽しんできてたおかっぱりっていうところで、うん、ちょっとその楽しみも踏まえて狙えそうなところよりもちょっと一発を取りに行ってみるっていうね、はい、ちょっと遊び的、もう本当に普段みんながおかっぱで遊んでるその遊び的要素をしっかり含んでくれたけど、はい、今日は本業だね、はい、3本で6キロですね、3本で6キロ以上、じゃあ俺は1本で3キロ、おいや待って待って、本業じゃない本業じゃない俺こちら副業でございますんで、昨日と立場逆だね、そうですね、本業と副業、はい、じゃあ俺はなんかチャンスがあれば、うん、じゃあ俺は1本3キロっていうのをなんとなく頭のほんと遠い片隅の方で、はい、脳のいわゆる海馬の方ぐらいに置いといて、はい、やってみようと思うので、今日は主役は本気でございます、はい、3本で6キロ、6キロ、はい、ぜひこれを目指していくかもしれないよ、やだいぶひどいけどね、乞うご期待、はい、頑張ります。
さあこれもう終わった時に梶山がここのゴールをくぐれるかどうか。あ、そうです、ね、これゴールにしとこう。確かに、うん、くぐれるか先にっすね。ここの向こう側は3本で6キロだな。6キロですね、うん、確かに俺たちまだ入り口だからね。はい、はい、ということで梶山がここをくぐってエンディングを迎えるかどうか。そうですね、はい、先端でもでもね、これね、ちょっと待ってよ、今こっちから太陽上がってきたら、こっちが東でしょ、はい、東で西、夕方エンディングの頃にはいいね、神々しいぞ、こっちにくぐって西日バシバシいいですね、いいエンディングが待ってますからじゃあもう時刻はもう8時です、はい、はい、思いのほかちょっと手こずっちゃいましたね。そうですね、はい、8時から今日は、終了が何時ですかね、5時かな、6時かなぐらい、うん、はい、まあ、多分テロップで出ます、はい、ドン、はい、ということで、8時からフィニッシュまで、はい、じゃあ一生懸命やっていきましょう。はい、頑張ります。おい、じゃあ早速行こう。さあ今日の見どころはですね、本当にこうポッとやってきたレンタルボートフィールドでどう遊ぶかで、どう魚を探していくかっていうところが非常に見どころになると思います。もうボートに慣れた人がどういう条件で何をきっかけにこう詰めていくのか、まあ、それなんかね、カジアの釣りなんかを今日一日通して、見てもらえれば結構参考になると思います。もういかんせん本当にお初だからな。ただね、もう本当に船に乗ったカジアは水を得た魚のようにもうバキバキ動いていくと思うんで、何をもってスパッと見切るのか、何をもって、詰めていくのか、まあ、この辺はね、もう本当にこう初めて来たフィールドで右も左も分かんない、情報もないっていう中で、どう本当に一日の釣りをね組み立てていくかっていうのは多分いい見本になると思います。レンタルはたまに乗るんですか？レンタル、いや、もう房総でしか乗ってこないです。2階ですか、はいはい、九州にもレンタルボート屋さんちょいちょいあるんですけど、はい、基本あのちゃんとしたフルリグなんで、アルミボートの、ね、結構関東の文化ですよね。そうっすよね。ちょっとバンク見てみて、あんまり雰囲気なければ沖の感じにして、シューティングとかやろうかな。どんだけ魚が春めいてるか、それとももうだいぶ進んでるのかちょっと見てみないと分かんない。朝一、まずはフットマスターの 11g とエグチャンク31ですね。結構僕は初のフィールドで最初何投げるって言うと結構フットボールで、フットボールはスイミングして横にも引けるし、まあスピード的に縦にも引けるし、でスピード感あってサーチも速いんで、どこ行っても最初はフットボールで地形確認しつつ魚も触れるかなっていうので、フットボールを使うんでフットマスターから行きます。まあ、垂直岩盤ですね。ここは結構垂直にまっすぐ落ち、4メーターぐらいも落ちてフラットが続いてる感じですね。竿をちょんちょんちょんって振ってるのは、はい、ボトムにつけてから。そうです。まあ、この僕やってるパン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 っていうのは、あの結構スラック叩いてるように見えてあんまり距離動いてないんですよ。糸を叩いて弾いてフットボールをパパッパッと短い距離をパパッパッて動くのが、まあ、音がいいのか分かんないんですけど、結構これが昔から釣れるんで、昔からフットボールこうやって動かすんですよね。で一回ボトム取って取った瞬間にまたパン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 、取った瞬間にパン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 、でずっと止めずに、で短い距離、これが大きく動かすと甘くはないですけど、短い距離でパパッパッて動くのがいいんでしょう。結構多分水中の中ではボトムにはちょっとついてないんですけど、音だけ立てて短い距離です。逃がす。まあ、サイトのあのパンパンって逃がす感じと一緒ですよね。多分水中でそのリアクションができてると思います。パンパンっていう短い距離で強いあのワンエイだったり、そういうのが逃げるのをフットボールで再現してるだけですね。昔匿名釣行で全部釣ったのこれですね。めっちゃ数釣ったのは。時期問わず。時期問わずですね。けどまあ。5メーターより深いとこ行くともうあんまり意味がない、伝わんないんですよね結局このフィッチ。なんで5メーターより浅いところのレンジでやるときはおすすめ。あの編集の人にすいません、これもモザイクでお願いします。世界で一番でかい、おっとっと、でっかいな。君泳いでる岸の。この時期って水温気をつけた方がいいんですか、その変化とか。そうですね、やっぱりなるべくあの冷たいのが入るよりかはやっぱこう産卵絡んでるエリアだったりしたら温かい方がやっぱ卵にもいいので、バスもそういうところ選びますよね、うん、なんで意外とアフターとかになると話が変わるんですけど、はい、まあ、このタイミングとかで
結構スポーンとか考えてるやつは割とあったかい、まあ香港に面したような、あんまりこう気温変化に対して水温が前後しないエリアには多いですね。やばい、かわいいサイズ、俺のイルカデビューフィッシュめっちゃかわいいサイズ、マジか。しかも適当に投げてちょんちょんちょんってやったら知らない間にパクって食ってた。ああほぼよそ見、めっちゃかわいいな。30センチあるなしのかわいい魚でした。いいサンキュー。あーこの辺晴れたらよく見えるけど結構ギルとかコバスが浮いてんな。いろんな条件があって面白いですね。赤土フラットがあってすごい、なんかダムをキュッてした感じですね。ちょっと次はですね、このリトルスイーパーのちっちゃい方の、まあ、IG ちょっと横に貼り付けて漂わせれるようにちょっと横に貼り付けて瀕死っぽくですねやってみようと思って、魚系狙ってるんだろうなと思うんでちょっとこれやってみます。針横から出すんですね。そうです、ちょっと瀕死で漂わせた時にこう針の重みで横縦横縦って結構やってくる、動くんでちょっとした波受けたら縦に戻ってっていうのがなんか結構良くて、うわ、さっきのでかいやつだ。めっちゃ食いそうになった後ろ。やめたな。ここまで行った。でかかった。おるなあの辺に。表層に反応しましたね。IG系で。多分こんだけ天才って言われてるフィールドなんで。あんまり試合糸を動かすと嫌がりそう。なんでリトルスイーパー使おうと思ったんですか？リトルスイーパーってまあ、サイズ感がちょうどいいんですよね。この時期ワカサギの、まあ、小さいワカサギっていうか、はい、とあとはサイドにこのちっちゃいテールがついてるんですけど、これがカネントによってちゃんとこう乗ってくれるんですよ、はい、フィンになって。でしっかり波受けた時には立つし、立った時もこの不自然感がないんですよね。倒れ込みっていうか、やっぱり漂わせた時にいいのがリトルスイーパーなんで、まあフィッシュローラーとかもあるんですけど、フィッシュローラーはまっすぐ縦に引くときに僕は好きで、リトルスイーパーはどっちかっていうとこう漂わせて、まあ、風をうまく使ってやっていくときにはいいですね。なんでそこで使い分けしてますね。惜しかった。マジか。いきなり来たな。お、なんかでかそう。うわ、跳ねた跳ねた。マジか。おお。よいしょ。よいしょ。いい魚。魚探見せた俺。この辺なんか4匹ぐらい結構スクールでフラフラフラーって回ってたから、あなんか良さそうな魚泳いでんなーと思って、ちょんちょんって昨日の釣りと一緒、もうボトムでパンパンって逃がしてやったらラインが切りちょんって。マジか。ここのブレイクライン 3.1m 急に食ったな。
イルカ池デビューフィッシュは可愛かったけど2匹目は悪くないね。よいしょ。でもね、3キロっていうような魚ではない。その半分もないと思うな。よいしょ。まあでもいいところ、ワンウェイハイブリッド。もう飛んでてなくなっちゃったけど、いいとこかかってる。でもイルカ池らしいかっこいいバス。いやー綺麗だな。でもここの本当のいい魚って多分もっと体高があって、でももっとでかいはずだから、まあ多分イルカ的にはミドルサイズ。いやーでもよく引いたわ。ああもう昨日と同じ釣りだけど、はい、やっぱ効果的ですね。よいしょ。あれ帰りたくない、帰りたくない。そっちじゃない、こっちこっちこっち。 OK、 はい、1600でしたね。まあやっぱ1500ぐらいかなって言ってたから、まあまあ大方そんな感じっていう。まあやっぱナイスミドルですね。1600、1匹で3キロ、あれの倍ですからね、単純に重さが。今のが45アップぐらいでしょ、で1600、やっぱ単純に55アップですね。56-57センチのナイスなコンディション、はい、多分3キロそんなもんです。ほど遠い。まあでもまだ始まったばっかなんで。魚多い。よっしゃ、よっしゃ、よし、よっしゃ、来たぞ、イルカ行きます。大事で。よし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 。リトルスイーパー大事。よいしょ。いい食い方。お、下にも来てる。でかい。大丈夫。さあ来い。よっ、オーケー。イルカ行けばスキャッチ。よっしゃ。イエイ。いやーいい食い方。リトルスイーパースポッて食いましたね。よいしょ。イエイ。やりました。いやーヒューってやってきてパクって食いましたね。完全餌と思って、まあ瀕死の魚と思って食いましたね。いい食い方、イルカ池初忘れです。ちょっと濡らしてあげますね。よいしょ。さあ39.5ぐらいですかね。はい、39.5ですね。ないですね。意外とあると思いました。0グラムです。いただきます。ドン。キロジャスト。キロジャスト。お、プリッとしてますね。1キロか。よし。まあ昨日も言ったように僕はプリッと一緒のようにリズムを掴んでどんどん上げていく男なんで、ここからどんどん徐々に数も釣ってサイズも上げていきたいと思います。イエイ。よっしゃ、ありがとう。いい魚でしたね。結構沖の方までゆっくり巻いてきたらスパッて、完全にもう瀕死の魚と思って食い上げたんで、なんかけどさっきからこう見てたらかなり浮いてくる量多いんで、もしかしたらこの魚は釣りは正解なんかもしれないんで、続けていきたいと思います。やっぱサイドフィッシングがしびれますね。ちょっとしたこのポケットですね。やっぱ風がちょっとやっぱ遮られるような条件にさっきからちょっと魚多いかなって思いますね。ちょっと同じように狙ってみましょう。岸から見てると多分 2,3 メーター沖ぐらいからふわーってできてるんで、ちょっと深いレンジで回遊してるんでしょうね。まだ日向ぼっこでバス浮いてこねえな。そろそろなんかこう
通に暖かくなってポンってでかいのが浮いても良さそうだけど、10時もあったからそろそろ氷水温は、でも今ね水温が18度、今日最高気温25度、の氷水温はだいぶ温まるはずだけどな、多分今日今 18.3 度も多分20度近くいくんじゃないかな。浮き上がってきたら結構見える、見える、もうこういうシェードのところに黒い影がプーンって浮いてて、まあ、当然食わせにくいけど、まあ、釣りしてて楽しい。そうわ、暴れた、見切られたと思ってはぁーって言ったら、何かもうギューッと食ったーって、嘘でしょー、鯉みたいにでかいやつだった。あー、くるりんぱしてる、完全通りすがり、深いとこからふっと上がってきて、そのままピッピッピッ、あ、食わないと思って掘ってたら食ったんだね。ああ、うわ、地合いだね、もう2回、2頭で2回もう食う寸前と食った、バレたけど、完全55アップ。全然違うやつだ、さっきのモンスターじゃない、50ぐらいか、50も全然ないわ、あー全然違う、あー、はあ、違ったやつだった、違うやつでした、あー、そりゃそうだよな、55クラスパプッと食ってラインがピューって走った、そんな後にもう姿を現すわけがない、ああ、全然違うバスでした、ああ、マジか、よいしょ、ね、40どうだろう、5センチぐらいかな、岬のブレイクラインだね、岬のブレイクラインを回遊してた、多分で食ったの分かってなかったですもんね、俺、あ、俺食ってないみたいな、風が吹いて全然見えなくなって、あれみたいな感じだったから、いきなり、そう、うお、食ってんじゃん、浮いてきたにな、かかったもんな、完璧やったけど、ね、今のもいいサイズやったけど、リトルスイーパー食うな、昨日はワンウェイで、今日はリトルスイーパーですね、大事ね、うーん、難しい、沖に釣った方がいいのかよく分からなくなってきた、確率が難しいな、空気じゃねえな今日は、全然なんかタイミングやな、さあどうやって後半攻略するか、さあ時刻は12時でございます、はい、さあ半分を終えた段階だけど、うんうん、はい、どうかじゃ、めちゃむずいっすね、おお、やっぱカジヤンにめちゃむずいって言わしめるイルカはすごいね。そうですね、ちょっとあの前半は、うん、あのバーって一周したいなと思って、早かったよね、スターッと流しながらシャローを見ながらやっていきながら、まあ、ちょいちょいミエバスがいて、その中の、まあ、1匹だけ釣ることができて1キロジャスト、
おお、なのであと5キロ足りないんです。5キロ足りない2本で5キロ2502本。おお、なかなかだね。いやなかなか僕もあの初めて回ったんですけど、魚はあの結構多くて、で結構でかいのも見えたんですよ。60ぐらいのやつとか。60ってまあまあ、はい、すっごいでかいのいて、なんでちょっとそういうのを昼からちょっといろいろリグだったり、うん、まあ、狙い方変えていこうかなと思ってます。まあ、ここだよね。当然初めて来たわけじゃん、はい、我々で。しかも当然ながら案内人もいなければ情報くれる人も当然いなくて、はい、別にそんなのいらないっていう状態で来たんだけど、はい、まずやっぱこう全域を鍛冶屋がパーッと見て回ったってことに午前中俺価値があると思うんだよね、はい、でちょっとこう見えたやつとかちょっと泳いでるやつとかちょっと魚体に映るやつにちょっと手を出したっていう、はい、まあ、その中でもカジアンがちょっと手を出した中でむずいって感じるってことはやっぱさすがこうトーナメントも盛んに行われてるフィールドだよね、うん、はい、はあ、全部この辺で寸止めでしたね。でかいのとかはですね、はい、もう俺なんかもさ、はい、こんなちっちゃいギルを、はい、ちぎるをブワーって追っかけててシャローでブワーってってアクミスタイツと思って、はいはい、すぐピュッて入れてボトムでピピッて逃がしてでブワーって来たけどもうここでそうですよね。あ絶対来るでしょ今のみたいな。そう、そういうのもあって結構手厳しいっていうかね、はい、ルアーに慣れてる魚が多いのかなっていう、はい、そうですね、まあ、そういう印象は受けたんだけど、さあどうでしょう、梶山もいろんなフィールド行ってるけど、はい、あの擦れてるのそれとも癖が強いの、まあ、これって結構違うじゃん。そうですね、もう癖と擦れって違うから、はい、まあ、もしくはハイブリッドもあると思うんだけど、午前中感じたのはどこ？あ、けど僕擦れてるなと思いました。おー、はい、癖ではない。そうですね、結構やっぱりいろんなリグだったりいろんなあの釣りのスタイルをやっぱここトーナメントが行われてて、うん、やっぱりすごいウェイトができるだけあってやっぱりいろんな狙い方で狙われてるんで、うん、擦れてるなと思いましたね。おー、ここの感じ方ってすごい大事なんだよね、はい、初めて遊びに行ったフィールドで擦れてるのか癖が強いのか、もうこれによってその自分が感じて進んでいく方向性が全く違う。そうですね、癖が強いっていうのはそのフィールドの特徴をつかみにいかなきゃいけない、はい、でも擦れてるんだったらその擦れてる魚をどう騙してうまく食わせようかっていう、はいはい、なんか似て非なるものな感じがするから、うん、カジアンが感じてる、お、ここは擦れてるなっていうことはその擦れに対しての VS だよね。はい、はい、じゃあ午後のカジアンのこの擦れに対しての VS、はい、楽しみだね。楽しみにしててください。さあ、はい、残り5キロです。5キロです釣るしかないですね、60を一発3キロオーバーだ、ね、3キロオーバーです。はい、頑張ります、行ってきます。はい、じゃあ午後のブードン後半戦ですね、始まります。で、まあ一周前半回って、ある程度魚のいる場所とか、まあ、月場とかを確認してたので、これから釣り込んでいきたいと思います。早速次はですね、このピシロラマイクロの IG 引きでちょっと狙ってみようかなと思います。こういったワカサギレイクとかすごいこういうの効くんで、まあ、さっきもリトルスイーパーでやってたんですけど、もうちょいサイズダウンしたら食うかなとか、ちょっとそんな雰囲気もしたんで、マイクロでいってみますね。来た来た、くそ急に見て、あいつ見切るな、めっちゃ完全行くスピードですけどね。隣のワンド行きましょうか。ちょっと可愛いけど来たぞ、久しぶりに久しぶりに釣れたぞ、慎重に慎重に、フラーっと出た、よいしょ、久しぶりのフィッシュ、よしよっしゃ、よいしょ、いい魚です、いい食い方でしたね。ふって消えてあれと思ったら食ってましたね。はい、フィッシュローラーマイクロ 5.5 ですね。5、はい、0g です。
よいしょ、はい、650。ちょっとかわいいな、はい、けど貴重な一匹。いやーやっぱ厳しいんでしょうね。僕もバイト見えないぐらい口が小さくパクって開いたみたいで、なかなか多分厳しい状況なんでしょうね。けど価値ある魚です。やった、よいしょ、ありがとう、じゃあねー、うん、いやー2匹目久しぶり釣れましたね。なかなか厳しい展開ですけど、まだね残り時間1時間ぐらいあるんでね、まだ諦めてないで頑張ります。これで1本でも3キロっつったらまあまあ有名あるけどそういうかっこよさもいいんやけどな。カバネコは結構スピニングでされるんですか？そうっすね、僕はスピニングの方が、まあ、けどフィールドにもよるんですけど、まだこのフィールドとか、まあ、リザーバーとかでずっと打っていくシチュエーションじゃなければスピニングっすね。結構霞ヶ浦とかでもパワーフィニッシュよくするんですけど、はい、はもうあのベイトでもうやっぱとにかく打つものが多いときはフィールドはベイトでやるんですけど、一球の場所をトントントンってあのピンでやっていくときは、まあ、スピニングで丁寧にやっていきますね。どういったメリットが？やっぱりソリッドティップで、まあ、今レイドジャパンにある竿の中のパワーフィニッシュ専用なんですけど、ソリッドティップが搭載されてるんで、やっぱちょっとしたこうパッて、なんていうんですかね、吊るしでの食べた瞬間がすごい分かりやすいんですよ、うん、でやっぱりチューブルだとそこがあのカバー越しだとあんまり伝わらなかったりして、そこで糸が折れちゃうとですね、あれなんで、まあ、とにかくスピニングでソリッドティップでちょっとした繊細なバイトでもプッてティップが入るように、まあ、スピニングでグラディエーターアンチのパワーノーズっていうのを使用します。お、金森さん残り1時間でカジアンと遭遇どう？カジアン難しいっすやっぱり一匹ちっちゃいの釣れたんすけど、けどなんかライブ見てたらカバーにでっかいのいっぱい入ってきてます。マジで？はい、昼から。俺はもう全くダメあと1時間であと1匹釣ろうと思ったり1匹2匹釣ります。でっかい頑張って、はい、一発ここやっていいですか？3800。うん、ここやっていいですか？全然いい。あ、はいうわミスった、食いミスったこいつ。落とすタイミングが下手やった。僕は落とすタイミング間違えてプッと落とした瞬間ポクッてここだけ持っていきました。欲しかった。45ぐらいあるんですけどね。あ、マジですか。今日なんかちょっと徐々に魚からの反応が増えてきたぞ。よっしゃ、おお、ちっちゃい、後ろからでっかいの持ってきよってきよってた。先にこっちが食ったな。よいしょ、ういオッケー、3匹目、なんとか3匹目です今で、まあまあいいやつが後ろから来た瞬間にもう先に食っちゃったんですね、こいつが横取りしました。パフィニスちょっとちっちゃいですけどはい、何センチ？お、30センチ。ゼログラムです、はい、さあ何グラムあるでしょうかって感じです。400グラム。はい、お、近い。お370グラム。370グラム、惜しいいやけどいい未来のイルカデカバスですねいい、大きくなってください、3キロオーバーじゃあね。よっしゃ、とりあえず3匹釣れましたけど、もうなかなかやっぱ2500とか3キロっていうのはチャンスがあるんですけど、やっぱ物にできないんで、やっぱなかなかこのイルカ焼き難しいですよね。なんですけど、あと30分ありますから、まだ諦めてません。やります。うん、なんか朝と映り方が全然違う。バスだけじゃなくて、なんかいろんな魚がいっぱいいるな。ほら、食った。やっぱすげえ魚入ってる。だからこのシェードだよね。このシェードが被ってるタイミングで
もうね、今20匹ぐらい映ってたこれバスかなと思ってね、もうちょっと右だななんつって投げたら、もうすぐ食ってきた。よいしょ、ね、このサイズの20匹ぐらいのスクールが多分今この辺に入ってんだと思う。ポンポコリン、これの50アップとか50アップ釣りたいね。すげえ。あ、結構クリアウォーターと同じような動きするね魚が。初めて来て、よっしゃありがとう。初めて釣りするけど水がステインだからそこまでかなと思ったけど、このシェードがかぶりたてで魚が速やかにシェード側にクッと寄るこの感じはクリアウォーターの魚と同じ動き。お、ラスト5時終了って言ってたからね、ラスト30分。最後このエリアちょっと楽しそうだよ。抜けなきゃいいけどね、魚がこのシェードかぶってわーって入ってきて、でわーって入ってくるやつでわーって出ていっちゃうから、だから釣れるうちにちょっと釣っとこうって感じだね。これまだ諦めてない、来い3キロオーバー。いいサイズ、いいサイズ、よしよし、ウィップクローラー買わなくめっちゃ持ってる。よし、ういオッケー、よいきめー、よっしゃ、いい魚、あいー、ターフィネス、コロンとして、お、イルカ池っぽい形してるなバスが。いい魚です。いや、最高があってイルカ池って感じのバス、最高ですね。いい魚、かっこいいっすよね、コローンとして筋肉質で。38.5、 38.5 っすね。よいしょ、じゃあ 0g です。はい、さ、38.5 でいくつあるんだろう。すごい、38,1040g、 すごい、さすがイルカ池バス、かっこいい。ようやくちょっとイルカ池っぽい形のですねバスが釣れました。いや、やっぱり今すごいカバー越しかけたんですけど、すごいトルクあって、やっぱちょっとこうこのパワーフィネスの結構ドラグきつめしてるんですけど、結構ドラグ出てかなりパワフルで楽しかったです。ですけどまだあと15分ありますからやりますよ。あとその辺いっぱい釣れそうなのあるんで頑張りますすごいやっぱいいカバーにいましたね。ちょっと水深のある、あのちょっと小さめな、やっぱりあの手前の、そうですね、いいカバーにコンパクトでゴシャッと中がすごい入り組んでるカバーで食いましたね。あ、いやでも難しかったけど、この難しさが面白いね。なんか当然初めてのねフィールドってやっぱ買っても分かんないしね、ポイントの特徴もちょっと分かりづらかったりもするから、なんかこううーんうまくできないなーって感じるんだけど、でも後で振り返るとどんなフィールドでもそうなんだよね。どんな季節でもうまくなんか難しくできない、この感じっていうのが、いっちゃん面白いっていう、はい。なので、まあ、初めてのイルカ池、カジアンとやってきたんですが、まあでも周り見ても竿なかなか曲がってないっていう、まあ、ちょっと難しいタイミングだったのかなっていう。ただもうベースを知らないんでね、あれなんですけど、ただまあ、 さっき言ったようにこのうーんって、うーん、どれをどうしたらもっと良くなるかなっていう、この難しさが非常に、楽しい一日でした。ありがとうございました。あとは主役が一跳ねしてるかどうか戻って聞いてみましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。我々はこのゲートのこちら側にいるけど、はい、カジアン今日はトータルはまず何本？トータルは4本です。4ですよ、4、 4本です。4、はい、でも精通ながら私も4で、はい、はい、4本です、ね、これ大事なのは合計だね、3本の合計。そうです。おいくらですか？2680
80グラム。はい、前に出ましょう。お疲れ様でした。はい、ということで、まああのね、お題がきついよ。いや難しかったっすね。いや俺だってさ、今もうこれ5時でじゃあ帰着しようって帰ってきたわけじゃない？はい、で帰ってきたらちょうどイルカ池のもうマスターと呼んでもいいでしょうね、はいはい、ガイドをされてる、はい、もうエキスパートの人にどうでしたって言われて、はい、いやまあ4本でしたね、うん、もう分かんないじゃん。そうです、ね、俺ら初めてだから。そうですね、釣れてるか釣れてないかも、うん、そう、はい、この引き数がいいのか、しかもこの今の時期のこのイルカ池でこれってどこのボーダーなんだっていうのがずっとあったよね、はい、そうですね、うん、で、結論、はい、非常に素晴らしいらしいです、はい、嘘偽りなく多分すごい気を使ってくれたわけでもなく、エキスパートが今日やって2匹、はい、うん、はい、で初めて来たカジアン、はい、はい、今日も4ですよ。はい、4匹釣れました。途中午前中1本だよね。1本でした。午後の夕方に3本釣れましたね。やっぱそうだ、はい、ね、我々もこう夕方になってシェードかぶってなんかいいねなんつって言ってたけど、やっぱその流れなんだね。そうですね。で途中カジアンがあった時になんかバスがちょっとカバー入り始めて、はい、なんかライブスコープ見ててちょっとでかい個体とか、うん、あのルアーを追っていくシーン結構見えて、うん、あ結構カバーに入ってってるなっていう気づいて、うん、カバー猫にしようと思って、うん、それからウィップクローラーのカバー猫に変えて、まあ、ポロポロポロほーここだよね。俺たちがさ情報をむさぼって今日もしここに来て、はい、もう決め込み先入観でギュッと視野が狭くなってたら、はい、カジアのこれって出てこなかったで、なんでかって言ったらイルカ池基本的にオフショアでしょ。そうです ね、はい、基本的にいい釣りができてるでかいのが出てるっていうのは基本的に沖のライブシューティング、はい、だけどカジアはそこにギュッと狭くなることなく、はい、今日のこの感じで初めて来たこのピュアな感じで、はい、カバーに魚入り出したぞ、うんうん、まあこういう遊び方ってすごく大事だと思うんで、そうですね、はいはい、当然お題は達成できてません、はい、ひどかったんで、はい、だけどこのイルカ池最大レコードが単発3800とかってね、3800とかって言ってましたね。すごいよ3800。60あるやつ、60はなかったかなくて3800はすごいね、はい、だそういった単発の魅力もあるし、うん、当然多分これがもう1ヶ月ぐらい後だろうね。そうですね、アフターでもう、 こう餌を結構食いまくるタイミングとかになると、はい、それはそれで面白い釣りができる、はい、いいフィールドだと思うんで、今回は、我々知らなすぎて、はい、適当に来たら、はい、非常に厳しいタイミングですよという厳しかったです、はい、そういうお話でした、はいはい、ですがね、この2日振り返って今回カジアンがチャレンジしてくるとこの感じ、はい、で、やっぱ俺昨日のあれが好きだったのよ、はい、狙えそうなのにいやそこは外しましょう、はいはい、もうこのねこの感じと、そして今回のこれがカジアンのパフォーマンスの全てじゃないんだよ。当然そうだよね。そうです。おーいいね、胸張って言える、いいね、はいはい、俺もカジアンよく知ってるんだけど、カジアンの釣りのパフォーマンスの今回はおおよそ 5% です、はい、当然サイトも得意、巻きも得意、打ちも得意、いろいろできる中の今回は、季節柄状況がちょっとフィネスに、そうですね、うん、偏ってしまったんだけど、はい、今後もね、カジアン多分このルアマガでも、はい、当然、はい、編集長が全って言いました。ありがとうございます、はい、当然が出ました、はい、はい、いろいろねまた活躍の場があると思うんで、はい、また次回、はい、カジアンが登場する紙面だったり動画だったりで、はい、またカジアンのいい釣りを見せていただけたらなと思います、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は2日間、はい、匿名釣行お疲れでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。爽やかだな、やっぱカジアンが横にいるとすげえ爽やか